1924年に書道の団体を作ったんです。ほんで僕のお父さんも書道家で、僕のお兄さんも書道家で、僕も書道家です。でスタートしたのは、正確な年齢は覚えてませんが、多分幼稚園ぐらい。例えばこういう風になっちゃうし、はあ、全然全然動き方さえ別にあれば、うん、そう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 です、そうです。ただこれがいいのは、はい、例えばですけど今これとかだと、うん、そういうの方がいいと思う。例えばですけどこれって、これは本当そうですね。これが一番、うん、でこれ蹴ってすごく面白くて、最初すごい白いんですよ、うん、使い込んでるうちにだんだん銀色になって金色っぽくなるの最後。メガネ飛んでる。例えば、うわすっごい細かい点々、うん、すごいわこれ。全部押したらすごい面白いかもしれない。